回はですね、小池屋のフライドポテトワニュートン業界がおりなさく生手もなかなゆうわし生手もなか生手もなかインピレリアコンソメを買って生手もなか来ましたどうさせて開けていこう、はい、開けていきましょうあれおかしい。まあいいや。はい、どうぞ。いつもは当てれませんが、今日は当てれました。はい。いただき、のげ。終わりた。美味しいね。うん。和牛と魚介が織りなす。ワインが聞こえた。はい。遅くてワインって聞こえたよ。普通のコンソメっぽい色だよね。うん。で、なんだろうな、和牛と魚介が織りなす、まあ魚介のパパ魚介系の味しないよね。普通のコンソメっぽい色なんだけど。ね、和牛と魚介が本当にどうなんだろう織りなしてるのか分かんない普通のコンソメっぽい普通のコンソメの味っぽいですはいよく分かんないです、はい、でパッパッしたそこでやるのかいはいということで今回は、小池屋のフライドポテトインペリアルコンソメを買って食べてみました。ました。美味しかったです。美味しかったです。はい、今の点数は。ダララ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 ラじゃん。96点。ダララ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 ラ100点。100点ですか。ちーちゃん何でも美味しいのか。90点100点。ではまた。時間だ。やべ。お会いしましょう。バイバイ、また見てね。チャンネル登録よろしく。高評価もね。よろしく。バイ。